はい、どうも、辰巳イバノビッチです。結構久しぶりの、動画になるんですけれども、最近は、テレワーク、家でこうずっと過ごして、こう家のパソコンとかを使ってずっとテレワークをしてます。全然会社の人とかと会ってないので、まあ、転職したんですけど、全然一回も会ってないという謎の状況となっております。まあ、それはさておき、今日は、久しぶりに、なんか動画作ろうかなと思ったんで、結構、この限定版のこのゴジラの、バーニングゴジラの貯金箱の動画上げてる人少なかったんで、こっちを上げてみようかなと思います。はい、じゃあ開けてみましょう。表面はバーニングゴジラとなっております。で、中には、赤いゴジラがいます。で、オンとオフで、ここが電池入れるやつで、ここがあれか、お金を取り出すところですね。うん、単三電池です。よし、入れたので、貯金箱とかあんま金貯めねえんだよな。小銭、結構外国の小銭とかいっぱいあるから、入れ置き場所困ってたんで、これを使おうかな。よし、お金をあげようか。お金ですよ。1円からいこう。1円だったらどうなんだろう。話ね、1円だよ。10円は？え？どういうこと？お、お、お、結局今ここプッシュしたら動いたね。なんだろう、重くないといけないのかな。10円、じゃあ100円。あれ、なんだこれ、結局はここになんか圧がかかって重くならないと持っていかないのかも。あ、押した押した押した。ドゥドゥドゥ。ハロー。あ、持ってった。いっぱいのけよう。おおお、どうします？のっけすぎかな、これ。絶対ダメだよこれ。あ、なるほどね。普通にお金を入れたいんだけど、これ毎回やんなくちゃいけないの、これ。おお、来ちゃう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 。いやー、これ微妙。お金をこう取り出すときは、まあ、コインとかで、こうやってここはめて、キュッてやったら、開くので、そこから取り出しましょうか。
全部出た。OK。なるほどね。終わったら、こう、元に戻す。ピュイッ、キシーン。ってな感じでした。ってことで今日はこのバーニングゴジラバンクをちょっとレビューしてみました。ね、なんかこのゴジラが赤いってだけなんですけど、まああと、あ、ここか、ここがあのバーニングゴジラになったってだけなんですけど、なんかでも個人的には赤いゴジラの方が好きなんで、もっと作ってほしいですね、これ。なんか、そんなに高くないし、可愛いし、斬新でいいんじゃないですか。ご視聴いただきありがとうございました。なんもねえよ、バーカ。